ネーブルによりますと、トーニブレ、アクシスなガンダモンが、横綱みたいなワンネズの時代、脇にもネームと変態となって、ミクロなハーモニーを奏でました。帽子の中にはカエルがぴょこぴょこ、トルトはフレナス無限カエルの、おつなにゃまけないぞ。ところで、この締めなはどう？とてもくどいと思います。帽子の中に誰もいませんよ。おたまじゃくしでてみー。